すいません。すいませんね、もう少しお待ちください。はい、いや、もう全然喋ってない。よし。放送。あ、ありました。お疲れ様です。すいません、ありがとうございます。ということで、大自然のロジャーです。よろしあ、お願いします。ありがとお、もう、これは始まってます？う。もう始まってんのよ。あ、おはようございます。いや、ついに40時間できたよ。いや、すごいことしてんねや、本当に。ちょっと待ってよ。はいはいはい。ごめんごめん。何があった？ ありがとう、ロジャー。ええ、こちらこそ、ありがとうございます。佐藤くん。はい。いやー、5日ぶりらしいね。5日ぶり？あ、朝の仕うん。事でね、あと会ったそう時そうに。そうそう。はいはい5はい、そ日ぶりらうしいねんけど、俺はもう3ですね。うん。日ぶりぐらいの気持ちやねん。そうか、もう記憶がちょっと時間がバグってるそう、んだだ。からもう、そう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 。ずっと繋いでるからさ。なるほど、なるほど。楽しかったですね、あの仕事も。楽しかった。めちゃくちゃ楽しかった。それこそもう、藤本敦と、あと、元赤もみじの村田くんも。村田と、もう、お話終わったから、お二人に話、も来てもらって。そう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 。その話をしたんですね。その話もしたし。ああ、なるほど、なるほど。はい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 。いやー、一番最初って何なんやろ？あ、ああ、そ僕れとこパラニーそ、ですか。あそう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 。多分それこそ、あ。はい。小沢さんの家が初めて。多分そうじゃないですかね。ご挨拶ぐらいはしたことあるんですけど、こうちゃんと、こう、一緒にあ、喋るというか、お酒飲んだりとかいうのは初めては小沢さんですね。はい。そうよね。小沢さんには本当にお世話になりましたからね。そうですね。僕は2年一緒に住ましてもらってましたから、東京で。めっちゃええ家やったけどね。そうですね。立派な、一軒家で。なんか、あれはもう、あそこの家はもう、解約したん？あ、そうです。もう、約2年前ぐらいにもう解約してます。全然知らへんからさ。なんかでも一回その話したっけ？どっかで。でもなんか軽くしましたね。はいはいはい。おじで、ゃー。ごで、めんごめん。僕が、その時パラニーに貸してたゲームを、じゃどうしたらいいんやっていう話になってましたね。そうやね。はいで、はい。ようやく返せたけどね。そうですね。だから俺4年ぐらい借り取ったかもしれ そうですね。4年のもうプレステ5になってるんじゃないですよ。なってるんですよ。もう僕らってもう進化して。プレステ4のソフトが来て今、みたいな状態です。いや、ありがとう。だから俺はね、でも、一番のね、思い出はね、あれよ。いや、言っていいんか分からんからなんすか？な。覚えてないな。相席食会やったって。いや、行きましたね。はい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 。いや、あれはあれで面白かったですね。僕は行ったことないっつってね、そういう店に、相席居酒屋みたいなとこ行って。いや、いきなりそれやったっけ？どっからスタートなんやろ？まずね、なんか銭湯行きましたよね。銭湯行ったっけ？先銭湯行って、確か。何の流れで行ったんだっけな、あれ。仕事かな？なんやろ？そうですね、銭湯行って、なんかどうするみたいな話になって喋ってるうちに、なんかそういうお店、相席とかなんか、行ったことないな、みたいな、僕が言な、なって、それでじゃあちょっと試して行ってみようか、みたいなんで、連れてってもらった感じですね、確か。確かそんなんでした、始まりは。はい。そうやね、多分ね。そうか。うわ、懐かしいな。懐かしいよね。はい。そうやな。やっぱその話はやっぱ、できへんもんな。まあ、そうっすね。まあ、いいんでしょうけど、別に、まあ、自分、何が起きるか分からんすもんね。ちょっまあ、と、そうやな、やめとこちょっとなんか、う。いろいろ食らいましたからね。ちょっと あの後食らったん？いや、そうっす。食らいましたよ。むちゃくちゃ、やばい人でしたもん。いや、もう言うてんのと一緒です、そ れ。だから、ちょっと一回やめときましょう。はい。やめやめやめ。
ね、そうか、そうか、そうか。だから最後にガッツラするのはそれ以来か。そう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 。はいはいはい。とか、まあ、それか、まあ、小沢さんの回でとか、なんちゃうかな。うん、そうっすね。はいはい、うん。え、あの、今、主な活動場所ってどこなん？え、僕、無限大ホールです。なんか、無限大ってさ、今さ、どういうシステムになってんの？はい、今ですね、あの、うん、無限大所属の、まあ、まあ、めっちゃ簡単に言うと一軍というか、レギュラーメンバーというものがいまして、うん、その下に、あの、なんかそのオーディションを受けて、その一軍に入ろうっていう、二軍っていうんですかね、そこが、ユース、無限大ユースっていうポジションがあるんですけど、っていう、大きく分けて2個ですね。2個に分かれてんねや。それのでも、1軍におんねやろ、はい、あ、まあ一応そうです。でも一軍って言っても20何組いるんで、うん。まあ、その、一応、看板っていう扱いだと思います。はい、変わるんそれって。ね、はい、抜けてったり、うん、入ってったりとかで変動してますね。はい。その、何組変わるんしたって。その、あ、これが決まってなくて、年に2組上がれるんですよ、うん、そのオーディションで。うん。下がることはない、うん、で、下がることはない、まあ、一応あるんですけど、普通にやってたらないというか、か、自ら優待するかっていう感じですね。へ、うん、優待って、うん、はい。もう今日は、あれ出ません、みたいなこと？もう、何ですか、仕事が忙しい、で、他のところで挑戦したいんで、うん、この、若手というか、その無限大からは卒業します、みたいな感じですかね。なるほど。うん。あ、そうか。で、常、もう、結構さ、今、どのぐらいのペースでさ、はい、ネタやってんの？結構出番ってあるん？いや、そうそう、ネタだけで言って、無限大だけで、うん。キー、どんぐらいあるんだろう。まあ、細かいのも合わせたら、でも30捨てぐらいあるんじゃないですか。30捨てもあんの？すごいな、やっぱり。まあ、20から30ぐらいは絶対ありますね、多分、はい。すごいな、毎日やん。とか、でも、2捨てとか3捨てとかあったら、それが凝縮して、まあ、15日ぐらいになるんか。そうですね。で、他のとこ行きながらって感じですかね。そう、A におったらさ、ごめんな、はい、なんかやらしいお金の話して。ああ、はいはい。いくらもらえるん？いや、マジで、無限大で言うと、うん。マジで、全然稼げないです。あ、そうなんや。まあ、はい、僕らの時とか、マジで2000円とか、その、S 吉本、まあ、漫才劇場みたいな。ああ、そうっすね。そんなイメージあったけど、それに近い。そうっすね。漫才劇場の方がギャラ高かったんじゃないかな。僕も漫才劇場出てたんで、うん。ワンステ、まあ、これぐらいみたいなのがあって、うんうん。で、無限大それより低いか、そんぐらいじゃないですか。はい。で、それは僕らが賞レース取ってないんで、うん、賞レース取ったらもうさ、もうな、そうです、そうです。はい。5000円になったり3000円になったりするもんな。はい、吉本のルール的に。だからその、まうんうん、他のラジオでも言ってましたけど、うん、例えばネルソンズさんが、うん、1回出番のギャラで、うん、ザジ6回出れるんですよ。すごいな。みたいな。そんな変わんねや。差はありますね。はい。へぇ。そこは値段とかはちょっと言ってなかったんであれですけど、まあ、それぐらい、うん、芸人によっても差があるって感じです。その無限大だけで。そうです、そうです。すごい差あるな。なんか、結構、満劇とかってさ、はい、芸人っていうよりもなんか、その、満劇出てたらいくらみたいな、そんな感じやったやんな。あ、そうですね。で、うん、プラス、その、賞レースだなんだっていうのが色ついてたぐらいのあれですけど、うん、無限だ、その、で、しかもその、今言った、その、ギャラみたいな話って、何て言うんですかね、ネタ出番っていうか、まあ、レギュラー公演があるんですよね、その、うんうん、寄せだったり、わらむげと言われているライブがあるんですけど、うん、だけの話で、他のライブだったら別に500円とか100円とか、いまだにありますからね。100円あんの？全然ありますよ。100円って何するん？ネタ一本？ネタ、新ネタおろして。新ネタおろして100円なん。やばない。もうでもそんなもんすね。でもまあ。いや、すごいな。でもまあでも、まあ言うたらそれがまとまると、まあ、うん、10から20ぐらいの間に落ち着いてくるみたいなこと。無限大だけですか？
無限大だけやったら10いかんか。全然いってないです。正直、正直、正直、5、6万っすね。30捨て出て？はい。正直5、6万ぐらいしか稼いでないんで、マジで他のところ頑張んないと死にます。うん、マジすごいな。はい。でも入れられてるからさ、頑張るにもさ、はい、はい。うん。困るよな。うん、だからまあ修行の場としか思ってないです、もう正直。はい。まあネタ叩いてぐらいの。はい、そうです、そうです。はい。どっちがメインな、大自然って。漫才、コント。ああ。でも、去年ぐらいから漫才、8割ぐらいになりましたね。それはなんでなん？やっぱなんか、なんか、光が見えたっていう感じで。あ、っていうよりも、なんか、コントで負けた時と、漫才で負けた時、漫才の方が悔しいって感じですね。なるほどな。はい。どっちもなんか好きなんですけど。だから負けたくないの気持ちが強くなんねや、うん。そうですね、はい。どっちもね、別に好きなんですけど、はい。なんか、かっこええな、なんか理由。うん。なんか、だからコントで負けた方が悔しいみたいな、時期になればコントの方が増えると思いますけどね。なるほどな。はいはい。いや、なんかいろんな人にさ、はい、まあ芸人さんとかさ、聞くけどやっぱなんか、かっこええな。なんか、もう今のはもうなんか多分達観しててさ、なんか感受性すごい豊かになってんねや。え？始まった時から見て。ああ、はい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 。うん。そうかそうか、だんだん変わってきてね、心境とか、もう気持ちが。そう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 。頭空っぽになった状態でさ、人と話してるからさ。うん、ああ、今じゃあ一番、うん。言葉が刺さる。かっちょええってなった、今。その場所になんか、疲れて禅の領域に入ってるってことですよね、もう今。疲れたというか、その脳を使いすぎて。そう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 。一回ね。うん。うん。いや、だからさ、本当に後半に差し掛かるにつれてさ、なんか、いや、前半やったらな、なんかいろいろたくさん話聞いて、なんか、盛り上げてみたいになってんねんけどさ、なんか落ち着いた状況で、なんか無の境地でなんか話してるからさ、うん、はいはいはい。なんかまあ、盛り上げ、なんか辛いというかさ。ああ、いや、でもいいんじゃないですか。この、なんか全体を通しての流れで言ったら、ここが結構一番いいとこみたいな、なってる状態じゃないですか、うん、要は。うん。いや、でもさ、それってさ、なんかさ、まあ、後輩からしたりとかさ、するとさ、なんか、はい、あ、盛り上げきられへんかったかなとかって思わせてしまうところがさ、すっごい申し訳ないっていうか。ああ、そういうことですか。そう。いや、でも全然、うん。うん。あと、だから、いや、なんかその、いつか、どっか、何かしら誰かが、うん、違うテンションで来る瞬間あるんかなと思って。うん、確かに確かに。うん。で今日の一発目、二発目は、僕が最初っすよね。うん、そう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 。一応この五分。うん。そう。で、次石井さんじゃないですか、コマンダンテの。そうやね。いやでも大人な、大人な話、ね。大人な、そうそうそう。うん。いやもう、ただただ、ね、落ち着くだけの男やから、うん本当に落ち着くし優しいし。いや、やっぱさ、安心感あるよな。あ、本当ですか？うん。なんやろうな、うん、前のさ、一緒のやった時のさ、うん、MC とかのさ、やっぱ、あ安心感えげつないよな。あれ、そうか、パラさん、褒めてくれてましたよ。そういえば、ありがとうございます。うん、いや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 、安心感えげつなかったわ。なんか、あ、何言ってもなんか、優しく、なんか、いい感じで返してくれるんやと思って。うん、ああ、そうっすね、なんか、うん、やっぱそうっす、なんか、ちょっとまあ、すかし気味の MC の方とかいるじゃないですか。うん、その、いい意味でも、うん、悪い意味でも。うん。うん、の、なんか、うん、僕はやっぱ田舎もんなんで、マジで沖縄で育った。うん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 。やっぱりその、すかしって、えぐいぐらいきついんですよ。うん、今だに。わかる。きついよな。きつい。だから絶対やりたくないんですよ、本当に。うん。どんな後輩とか、うん、誰にでもというか。まあ、冷たいからな、スカスって、単純にね。そうですね。うん、だから、あれやりたくない、うん、あれだけは絶対にやんないでおこうって決めてるんですよ。なるほどな。はい。ってやってたら、なんか今のツッコミの形になってきたというか。
感じですかね。やっぱなんか、声、やっぱえげつなくいいよな。うん、いやこれはね、別に遺伝でもないというか、うん、これなんかすごいっすね。なんか急に家族でもこの声。まあ、次男、うん、僕、4兄弟の長男なんですけど、うん、次男と僕はちょっと似てるんですよ、声は。声の低さというか、響くというか。そうですね。で、あとはまあ普通で、うん、で、なんなら、お父さん声高いんですよ、僕。あ、そうなんや。じゃお母さんの遺伝なのかな。いや、まあお母さん女性なんでちょっとあれですけど、女性にしては低いなとも思わないんですよ。うん、あ、そうなんや。だから突然来ました、なぜか。これってさ、例えばさ、はい。録音して聞くやん、自分の声。ああ、はいはいはい。なんかちょっとおかしいなとか、変やなとかって思うやん。そうですね。こんなに聞こえてるんだ、みたいな。うん。佐藤はその自分の録音した声を聞いたとき、うん、どう思う？ああ、僕は結構ね、なんかあんま聞きたくないですね。聞きたくないんや。こんなにいい声やのに。はい、なんか、あれ、うん、なんだ、なんかこれ俺の声か、本当にっていう、その、うん、感じしますね。なんか、あれ、こんな、俺こんな声やったっけみたいな。だからネタとかも、うん。まあ、勉強で自分らのネタ見たりするじゃないですか。うん。うん、で、うわ、あれ、なんかこんな感じなんだ。なんか、思った感じで出せてないな、みたいな。まあ、自分の音とずれるよな。そうなんです。ずれてるんですよね、うん。はい。でもな、めちゃくちゃ聞き心地いいからずれてないねんで。あ、ずれてないんですか、これ。ずれてないよ。うん。これ難しい。やっぱなんでこんな違うんだろうって。あの、ナレーションの仕事とかも結構やってる、やってるんですけど、それもなんか、あれなんか頑張ってあの感じでやってんのになんかちょっとだけ違うな、みたいな。その感情の入り方が弱いみたいなこと？そういうわけではなく？あ、だから聞こえ方、発声というか、うんうん、聞こえ方が、こここうやって言う、だから僕がこういうプランで、ここ、うん、言ったのを、面白くなるだろうなと思って言って、で、うん、後で聞いたら、あれなんか、ちょっと、想像通りできてないな、みたいな。現場ではできてると思ってるんですよ。わかるわかるわかる。うん。そのなんかギャップみたいなのがありますね。なんか、まあ、あとやっぱ、音のなんか作り方むずいよな。その、なんやろな、なんていう。もっと、怒って言ってる感じやのになんか全然平坦やな、とか。いや、そうなんです、そうなんです。なあ。なんか勉強して、うん。もう思ったよりわざとらしくやらないと、自分の感覚では、うん。できてないなっていうのに、ちょっと気づけたというか。なるほど。だからやっぱ大事やな、音聞くん、自分の。いや、大事っすね。本当に大事。うん、うん、うん。それ、ふと思ってんけどさ、佐藤ってさ、はい、怒ることあるん？怒ること、でもありますよ、全然。その、あらわにはしませんけど。うん。はい、なんか、いや、あらわにはせえへんの。いや、今までさ、ぶち切れたりとかさ、うん、そんなんない。まあ、ぶち切れは、なんか、まあ、昔、うん、もうどうしようもない、その、ヤンキーというか、悪い友達がいたんですよ。うん。もう本当なんか、もう未来ないというか、こいつこのまま生きてっても。いや、まあ、この時点で結構もう嫌いやん、だいぶ。うん、でも、なんていうんですか、ちっちゃい頃から一緒だったんで、うん。そのだんだん道がそれっていってそういう風になったんですよね。なるほど。ちょっともう身近で見てて変わっていく姿を見とったんや。そうです。だから悲しくて、うん、で、うん、何回言ってもなんかお前に関係ねえだろ、ほっとけみたいな感じだったんですよ。うん。で、それが高校2年とか、うん、1年とかぐらいの時に、もうこのままだとやばいなってなって、うん。で、僕、結構親友に近かったんで、うん。ちょっと、呼び出して、その、沖縄のある、こう、海というか、崖みたいなところに。うん。で、まあ、そこは、なんか、よくこう、みんなで喋るようなスポットでもあるんですけど、呼び出して、うん、うん。もう、全身全霊を伝えて、頼むから、更生してくれって言ったんですよ。うん。うん。で、まあ、いつも通り、もうええわ、みたいな感じなんで、もう、今日は、本気だと、俺は。うん、うん、うん。今日、更生してくれないんだったら、俺は、うん、今からお前と一緒にこの崖から飛び降りるって言って。これはもう落ちたらあかん崖、うん、落ちたら、まあ結構高いですね。はい。うん、まあ一応下海ですけど、海があってみたいな状況で。うん。で、みたいな。なんだお前それみたいな。うん。
なんか、そんなんでお前さ、みたいな。うん。俺が動くと思わないみたいな感じだったんで。うん。そいつ、ね、タックルして。タックル、うん。うん。そいつに、をこう、と一緒に崖から海に落ちたんですよ、もう。一緒に。落ちたんや。二人で、うん、飛び込んで、ブワーンって、高いところから。うん。ほな、まあまあ、当然ビビりますよね、向こうも。うわーみたいな。うん。やって、うん。バーンってやって、そっから、うん。まあ一緒に、ちょっと、岸上がってというか。うん。で、こういう時って、すっげえこう、一回パニックみたいなこと起きてるじゃないですか。うん。だからなんか怒るとかでもなかったんですよ、もう。あ、向こうが、もうびっくりしたんや。さすがに。そうそう、お前やばいな、みたいなって。うん。で、なんか二人で大笑いして。うん。で、そいつは今、無事消防士になりました。僕めっちゃええ話やん。はい。その時むちゃくちゃ切れてみたいな。でもこれあれですよ、一応事前にその崖の下、満潮とか干潮とかも調べて、うん、自分で飛び込んで、うん。大丈夫かどうかっていう、そのロケ班みたいなのしたんで。はい。その。すごいな、なんか。はい。なんか優しさの塊やな。完全に、安全を確認した上では、やったりいるんですけど。すごいな、そこまでちゃんと。だから、本当に更生しようと思って、うん。ショック療法みたいなことや。いや、そうですね、もう、多分、これぐらいしないと、多分、聞いてくれないし、耳貸してくれないなと思って。なんか、熱いな。うん、まあそうです。あの時熱かったっすね。やっぱり、はい。うん。だから怒るってないっす。なんか笑ってもいません。パラさんもそうだと思うんですけど、なんか。うん。芸人になったら特になくないですか？怒るなんか。怒るないなぁ。なんかもう、うん、なんかもう面白いじゃないですか。なんか、例えばその怒られるようなことされても。うん、まあその相手の熱量にもよるとは思うけど。まあそうそう。まあ、あれにもよるけど。うん。例えばその街歩いてて誰かに絡まれたぐらいだったら、うん。なんか、まあ、ほぼほぼ面白いなって思ってますね。まあ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 ね。いや、でもそれはさ、うん、なんかちょっとした腕っぷしに自信があるからみたいなのあるんちゃう？ああ、まあ、うん。まあまあ、確かにこれぐらいね。まあ、最悪ね。最悪ね。うん。うん、なんか、その、格闘技やってたから、なんかその、逃げれるしとか、そういう、大怪我はしないしな、みたいなね。うん。ことする。やろう？はい、はい。だから、うん。そのやっぱ腕っぷしってやっぱあるよな、絶対。うん、いや、でもそうですよね、はい。うん。もう怖いもん、やっぱもう僕。ええー、マジっすか？怖い。なんかドキドキする。なんかいや、人がおったら、うんうん。なんていうの、その、まあだからこれ本当に、まあ学生気分抜けてないんやろうなと思うけど、ほう。誰か人がおったら、はい、周りに、なんていうの、すごい勇気が湧くのよ。誰か。男子でも女子でも守る人とか。うん、でも、一人やったら、めっちゃビビり。うん、あ、なるほど、なるほど。うん、一回、高校生ぐらいの時にさ、はいはい、冬にさ、パーカー一枚やってさ、うん、上着。寒くてさ、うん、はい、お腹の部分がこう、なんていうの、パーカー繋がってる、なんか袋みたいになってる。ええ、なんかポケットというか。はいはい。うん、繋がってる、両手入れれる。うん、左右から。入れて、こうやってさ、寒かったからさ。はいはい。真冬に。うんうん。うん。出て歩いとったらさ、うん。前からさ、おじさんがさ、自転車でキーって止まってさ、うんうん。ちょっと足カーンって当たったんよ。おー、はいはいはい。うん。で、俺本当に昔からそういう性格やねんけど、すぐ謝んねん、うん、何でも。ああ、ごめんなさいって。あ、そう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 。はいはいはい。ごめんなさいってなって、うん、でさ、その、向こうはさ、うん、なやおらみたいになって。おお。で、なやおらってなったから、はいはい。怖ってなって。うんうんうん。すいませんって言ったらさ、うんうん。向こうが、多分その、謝ったから、うん。なんて、その、強気で来るみたいな。いける、こいつ、ちょっとこいつ弱気だな、みたいなね。うん、そう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 。で、なんや、なんかその、
降りて、なやお前っつって俺、うん、肩押されてんやん、パーンって。ああ、はいはい。でもさ、ずっとポケットに手入れたまま、その、うん、上着のポケットに入れてて、うん、寒くてやってたらさ、はいはい、その、なやお前手出せって言われて。はいはい、うん。で、それでもさ、うん、もう僕はもうガチガチに固まって、多分表情が多分こわばりすぎて、うんうんうん。うん、怖いねんけど、はいはい、こわばりすぎて、うん、顔がなんか多分人相悪かったんやと思うんだけどさ。はいはい。うん。なよお前、出せ、ナイフしまってんのかっつって。うん。ナイフしまってんのかくそっつってそのままどっか行ってんけどさ。いやなんかそういうのあるよね、よく。なんや、今の話。そうそう、ごめんな。俺は何もしてないねんけど、ただただなんかそういう風に見えたっていうさ。はいはいはい。すごいな。うん、いろいろ、あ、今ってナイフ持ってると思われて。そうそうそう、向こうが焦りすぎて。あ、でもその手があったかと思いましたね、今。なんかその僕もバーカーでなんかその噛まれた時、一回も手出さんかったらそう思うでしょうね、向こうも。うん。これはいい話聞いたな。いや、優しいの、ほんと。これはちょっと使えますよ、なんかコントで、うん。コントでもプライベートでも使えます、これは。うん、いやいやいや、優しすぎるって、佐藤よ。いや、優しい。いや、面白い。いや、面白いなと思って、なんか演出みたいなの全部含めて。うん、はいはい。いや、なんか、本当に優しさに溢れた男やんな。いや、どう、うん、まあ、音響とかではあると思うんですけどね。空手やってたん、まあ、はい、空手と、軽く合気とか、うん、合気道とか。うん。で、それなんでなん、お父さんの影響なん、はい、いや、その空手とかは自分でやりたいっていう感じで。まあ、でも、始めた理由はもう本当に、しょうもないというか、なんか、なんか、嫌なやつ、とかに小学校とかの話ですけど、幼稚園かとかの話ですけど、うんうん、嫌なやつとかになんか絡まれた時になんか倒したいな、うん、喧嘩勝ちたいなと思って理由でやらせてくれって言ってやったぐらいです、うんうん、はい、すごいな。で、なんか趣味程度で、お父さんが米軍基地で警察やってるんですけど、うん、いや、なんか、要はマーシャルアーツというか軍人格闘、はい、マーシャルアーツ、軍人格闘技、うん、とかを、なんかお父さんも格闘技好きでやってたんで、ちょっとそれをなんか教えてもらいながら、うん、過ごしてたって感じですね。すごいなぁ。だから、その、うん、なんていうんですかね。僕もその、正直人って殴れないんです。うん、僕無理なんですよ、人殴るの、結局。うん。怖くて。怖いじゃないですか、人殴るって。正直。怖い、怖い、怖い。うん、だからその怖さっていうのは、はい、殺してしまう怖さなのか、はい、傷つけてしまう怖さなのか、どっちなの？あ、でも傷つけてしまうっていうのは、まあ、全然、うん、平気なんですよ。なんていうんですか、要は格闘技やってる上で、うんうん、ただ当たりどころが悪かったらっていう話じゃないですか、うんうん、だからまあそのぐらいの多分自分にパンチ力を持ってるっていうのがあるってことやんな、うんうん、っていうよりっていうのもありますけど、何より急所をめっちゃ知ってるっていうことですよね、やっぱ。一番怖いのが。その、意識せんと攻撃の最中にそこ殴っちゃうみたいなことになったら終わりじゃないですか。反射的に？反射的に。もう練習で急所ばっか殴る練習してるじゃないですか、空手なんか。うん。うん、だから。すごいなぁ。でもこれ、あれあり得ると思うんですよ、全然。その、喧嘩強いとか、体の力強い弱いに限らず。うん。当たりどころって、相当な、なんかその、あると思うんですよ、事件として。うん、なんで、その、どっちかやったら、その、やっぱディフェンスと、いなし、要は、その、関節とか、うん、そっちに特化していきましたね、結局ね。はい。だから、喧嘩なんかもむっちゃ弱いっすよ。殴れないんで。うん、いやいやいや、まあまあまあ。もう殴る必要ないもんな。まあ、そう、大人だったらね、もうないっすけど。はい、うん、二人ともなんか、その、優しさの塊みたいな感じやもんな、大自然って。ああ、僕らですか。まあ、うん、そうですね。でも、うん、しんちゃんも、まあ、もちろん基本的にはめちゃくちゃ優しいですけど、うん、全然
あ、こいつ、やっぱ八尾出身だなって思うとこありますね。しんちゃん八尾なんや。あいつ八尾ですね、はい。八尾っぽくないよな、なんか。なあ。確かになんか、うん。あ、なんかちょっとやっぱ治安、悪いなみたいな部分もあったりするんですけど、別にそれはなんか、人に迷惑かけるとかそういうことじゃないんで、あれなんですけど、なんか、大阪の荒っぽい部分というか、大阪の人のみたいな。気性荒い瞬間見るん目つきってなったり。はい、全然ありますよ。行ったのかみたいな、なんかこう、なんか、いう状況になってる時とか、見たことあります。どういう状況でそんなのあるの？なんかね。先輩とか、じゃなくて後輩とか、それとも一般の人な、うん、どの、うん。というよりはなんか、だからみんなのためにって感じですけど、なんかその、ライブで、なんかむちゃくちゃなコーナーとかやらす、うん、とか、たまにあるじゃないですか、そういう。あれ受けも、絶対受けもしないような、うん、みたいな。で、それは俺ら全力で当然やるじゃないですか。うん。で、やって、一回なんかその、覚えてるのがめちゃくちゃやばい回があって、で、みんなで頑張ったけど、全然なんかふわっとしかできんくて、悔しいな、みたいな話したんですよ。うん。うんそしたら、その悔しいなぁ、みたいなテンションで、その考えた作家が近づいてきて、うん。なんか、すいません、って言ってきたんですよ。うん。その時みんなちょっと若干イラッとしたんですけど、うん。まあまあ、まあ、こんなもんだろうなぁ、みたいな思ったら、しんちゃんが、いや、そんな感じじゃなくて、ちゃんと、すいませんって謝って、うん。原因、思んなかった原因って何ですかね、面白くならなかった原因って何ですかね、とかを、言うのが筋だろうって、うん。なんかすいませんっておかしいだろう、みたいな。感じで、ちょっと怒ってるというか、のは見たことあります。めっちゃ好きになるな。うん。な、いやいや、ほんまに。すごいな。なんか、喧嘩とかすることあんの？僕らですか？うん。ありますよ。でも、ネタとかだけですけどね。と、まあ、もちろん、もちろん。うん。は、全然あります、全然あります。まあ、喧嘩っていうか、まあ、喧嘩っぽい時もありますけど、うん、全然、基本的には、話し合いですけど、当然。うん。あれはこうだなとかっていう感じですけどね。うんうんうん。これさ、例えばさ、舞台でさ、うんうん、ネタやってさ、まあ、新ネタというよりも、まあ、うんうん、滑った時どんな感じなの？戻ってきてから。ああ、滑った時は、まあ、原因が分かってたら、もちろん、なんか、うん、ああ、こうだなって言うんですけど、あ、でも、確かにちょっと不機嫌ですね、うん、あいつ滑った時。なんか、うん、どうもありがとうございましたって言ってネタ終わって、うん、で、下げ囃子が流れて、音楽が流れて、で僕らって、こう、舞台が暗くなって、こう、舞台の袖に履けていくじゃないですか。うん。その時、あいつ滑った時、走ってますね。すごいな。なんかもう、うん、もういや、なんか嫌やみたいな、滑ったみたいな。恥ずかしいが勝つってこと？うん、じゃないですかね、はい。だから怒ってるとかじゃないかな、うん。恥ずかしいみたいな感じで、パーって逃げてる。人間味あるなぁ。感じですね。受けたら、受けたらめっちゃゆっくり歩いてます。人間味やなぁ。ありますね。はいはいはい。あれおもろいな。あの感じとか。うん。私、滑ったら若干やっぱ元気ないんで、なんとか鼓舞しないといけない部分とかはありますけど。うん。うん。まあそれ、うん。やっぱ感情の起伏激しいのはやっぱ向こうの方が激しい。いや、めちゃめちゃ向こうっすね。激しいっすね。僕正直アメリカの女子高生ぐらいと思ってます、あいつ。アメリカの女子高生は俺分からんわ。はいで、その、思春期のすごい、なんかそんなにあんな感じで、まあ、大げさに言うたらそんな感じですね、うん、あいつは。なんか、本当に。すごいやん、でも、落ち着きを。はい。一喜一憂して、お腹すいて元気なくて、お腹いっぱいで眠くて元気なくてみたいな、その、なんていうの、その間、なんか、ネタ合わせしようって言いづらい瞬間めちゃくちゃ多いみたいな。ああ、まだ相手の気が伺いながらなんや。まあ、そうですね、やっぱね。はいはい。ボケがね、乗ってないとね。安いね、ほんまにな。うんうん。そのさ、なんかさ、いや、落ち着きがすごいやん。例えば、おとつい、お茶は5日前か。うんうん。うん。5日前のさ、はいはい、やった時にさ、もう、大喜利面白くてさ、しんちゃんに振ってたやん。はいはいはい。うん。落ち着きを、僕はエグいなと思ってんけどさ、はいはい、答えるまで。
佐藤から見たらどうなん、焦ってんのあれは、それとも、はいはいはい、落ち着いてるん。いや、めちゃめちゃ焦ってました。焦ってんだよ。あの、目めっちゃ泳いでましたし。あ、そうなんや。やっぱ分からんもんやな。相方しか分からんもんやな、そういうの。でも、まあ、基本、なんていうんですか、その、アドリブってそうなりますよね。あの、うん、みたいなね。なるなる。目泳ぐよな。でも分からんやん。俺が焦った時、やっぱ、もうすぐ出るもん。うん、あ、そうなんですね。うん。あ、でもまあ、そっか、確かに、確かにファンにそのイメージあるか。だから、要はね、僕ら、まあ、例えばしんちゃんで言うと、あの、なんか、ギャグないんですよ。あの、めっちゃ短い。例えばそのパラリニーで言う、そのプッシュプッシュとか、ああいう、なんか起きた時にできるもの一個も持ってないんですよ。うん。だから、めちゃくちゃ大喜利頑張ってると思う、最初。ああ、なるほどな。うん、そこに行けないから。はい、大喜利、大、ごめんな、これを後輩に聞くもんな。俺おかしな話やと思うねんけどさ。うん、はいはい。大喜利ってどう頑張るの？うん、いや、リアルに。いや、確かにね、大喜利ね、うん、僕もね、大喜利はね、うん、あんまやんないです。MC しかしないんで、大喜利ライブの。おー、なるほど。だから、みんなの成長の過程を見てると、うん。なんでしょうね、あの、もう、それこそ大喜利を、番組を見て、答え方うん。の練習してるな、こいつって。なんて、いわゆる一本、うまい人の答えだな、うん、みたいな。うん。やつか、うん、もう言い方めっちゃ頑張ってるやつかみたいなのを、あの大きく分けたら2つだと思うんですよ。でも内容じゃなくて、もう言い方とかパフォーマンス頑張ってるやつか、うん、もう、なんていうか、もう、まるで川柳のようなうまさをこう言ってるやつみたいな。そのだってキャラによるやん、でも多少さ、うん、なんていうの、その、ね、俺がさ川柳な、うん、多分だからタイプ的に言ったらさ、うんうんうん、僕は多分言い方とかさ、そうですね、うんとかやねんけど、多分その川柳とマサやっても受けへんかったりするからさ。まあそうですね、人にマジでよりますからね。うん、大喜利ってマジどうやって鍛えるのか全然分からへんねんな。うん、だから僕 MC やってるライブレベルの大喜利でもいいですか、あのっていうと、うん、やっぱ楽しんでるやつ強いですね。それが見えんのかな、その余裕みたいなのが。なんか見えますね、こう答えに乗、うん、ってますね。この答えが、例えばちょっと、なんていうの、この自分が伝えたいニュアンスが、うん、あとなんか2メーターぐらい向こうに伸びる気がしますね。こう、お客さんが。なるほどな。うん、なんか見てる感じですけど、僕が。うんうん、だから答えにこう、魂乗ってるっていう、楽しい感じが乗ってるっていうので、うん、こう伝わりやすかったり、うん、面白さが増えてるような気がする。だから、俺は大喜利上手くなるコツは、楽しむことじゃないかなと思いますね。うん、いや、むずいもんな、楽しむって、大喜利を。うん、そうなんですよ。結局ね、あれって、あの、うん、その緊張するし、あの、出番が、なんかその喋る、答える番が与えられてるわけじゃないですか。うん。だからどうしてもとは思うんですけど、うん。やっぱりその、いやいや、やってる人とか、あと何も考えてない、ちょっと無な状態でやってるやつとかに比べたら、うん。この、自分の、この答えっていうか、このあれを楽しんでる人は、なんかすごい、なんか、うん、なんか面白く見えたりする印象ありますね。うん。すごいな。そんなん MC やってて見えんねや。そうですね。やっぱ、うん、人となりみたいなのをやっぱ、うん、見るのが好きなんで、そもそもが。なんかその、見透かされてる気するもんな、だって。うん、見透かす。いやでも、うん、それだったらパラニーとか読みにくい方ですけどね。え、そんなことないよ。まあ、わからん。まあ、何考えてるかわからんってことやろ。そうですね。だから、ちょっと、うん、あれ、これはどっちで来るんだみたいな。まあ、ちょっとポーカーフェイスでも、ポーカーフェイスじゃないのに、こんな読みにくい人いるんだっていう感じはありますね。いや、でもな、なんか本当にな、最近というか昔から言われんねんけど、やっぱ、うん、熱低いねって言われる、温度。ああ、まあ、確かに。なるほど、なるほど。うん。単純に、でも今は本当に疲れてるだけやから、温度低いんですよ。うん、うん。なんやろな、溜めてるとか、うんうん、なんか、うん。だから、パラダイスって名前が先行してるから、より冷めてるように感じるのかな。ああ、そう。ギャップも確かにあるとは思うんですけど、で、パラダイスってギャグも明るいですし、正直。うん、っていうのも、あるか。で、衣装もむっちゃ明るいじゃない、正直。うん。だからなんか、でもパラニー、確かに、うん。
確かに中川パラダイスという名前で、うん、パラダイスというギャグがある人にしては、うん、暗いような感じがしますね。そうなん、明るいつもりやねんけどな。いや、なんかめっちゃわかるんですよ、それは。僕も何回も喋ってると、うん、もう当然わかるんですけど、うん、楽しんでくれてるな、みたいな。ただ、うん、口調がなんかぬるっと丁寧で落ち着いてるから、うん、ギャップで冷めてんだみたいな感じで、ね、熱がないなって思われちゃうかな。そうやね。なんかな、ぬるっとしてんねんな。なんなんやろな、この。そうですよね。なんか、パラリンの喋り方って基本的に、なんとかでさーっていうやつって、うんうん、ちょっと嫌なこと言ってくるやつのぬるっとに近いじゃないですか。いやいや、そうなんだ。トーンで言うとですよ。なんかその、うん、なんか長説教の人の喋り方というか。ああ、そうなんや。まあだから、これむずいよな、マジで。喋り方なんて変えれんのかな。いや、でも、相当意識しないときついですよね。うん、だからやっぱテレビとか、まあ、自分が出たやつの番組とかってこんなぬるっと喋ってんねやってなんねん、周りの人とかのに比べた時、うんうんうん、受けるもんも受けへんでと思うこんな、うん、それそんな感じ喋ったらこう受けるもんも受けないで、そうそう、ほんま思うわ、うん、でこれな、これどうするんですかね。俺はうん、なんか、そんなに意識したことないですけど、喋りみたいな。うん。うん。そうか。確かにな。なんやろな、なんか冷たいとか言われる瞬間もありさ、うん、まあ、ここにも書いてある、人格つかみにくいかもって書いてある。そうっすね。人格つかみにくいかもしれないな、確かにな。感情が出てないんかな。めちゃくちゃ出してるつもりやねんけどな。うん。あ、なんかね、多分あれっすね。うん、出てるときの方が多いんですけど、当然ね。うん。ただちょっとこう、なんていうんですかね。例えば、人ちょっと。した瞬間みたいなこと？人いじる、だからそれさっき言った、なんか仕掛けるときとかに、うん、リアクションよりも下がるじゃないですか、当然テンションって。うんうん。うん、だから、なんか、その時の結構ギャップありますけどね、パラさん。例えば、ゲーム配信とか、パラさん見てたら、うんうん、人の話聞いてた時、そうな、みたいなめっちゃ楽しそうなんですよ。うん、ただ、ちょっとこう、なんか、いじる時とか、なんかさ、うん、あれってさ、じゃあこうなのって、めっちゃおもろいことを、おもろいいじりをしてるのに、うんうん、すっげえ低いな、テンションって思うんですよね。それ、なんで明るいままいかんのって思うんですよ。くそー。それを見てたら、うん、なるほど、こういう、まあ、だから分かりますよ、こういう人なんだっていうのは、だけど、うん、あそこくらいから、岡崎言った、長説教の嫌なやつの喋り方っていうのはそこですね。うわー、嫌だなやっぱリアクターはいいんですよ、だからパラリンは。うん、ダメージ食らった時とかってことやろ、周りから。そうそう。うん、とか、なんか言われた時とか、わーとか。うん、で、あとそういうみんなが熱い時に変に冷静なもんおもろかったりするんで、別にその、うん、悪いことだけじゃないですからね、別にそれが、うん、面白いですけどね。いや、でもさ、やっぱさ、なんかこう自分って自分、うん、なんやろな、この自分って自分がそんなに嫌なの、うん、これみんな自分見た時さ、うん、自分が思ってるよりもその画面に映ってる自分ってどう見えてんねやろうな、うん、いや確かにそうっすね、やっぱり、うん、そう予想通りみたいな人多分いないですよね、そのあんまり、うん、佐藤が自分でテレビ出てんの見たらどう思う、うんうん、あ俺なんかこんな猫背なんかとかそのちょっと嫌なとこばっか探してしまいますね。いやそうなるよな、はい、うん、じゃあ別にその漫才の技術面とかにおいては別に何も思えへん。喋り方とか。ああ、そうっすね。今、気になる部分は変えていくっていう作業しかしてないんですけど、なんていうんですか、うん、今のところ別に横向きすぎっていうぐらいですかね。横をめっちゃ向いちゃうっていうぐらいですかね。うん。漫才ってなんとなくその、お客さんの方に、最低でもハスに構えたりとかした方がいいなとは思ってるんですよ。自分でも。うん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 、だけどなんかめっちゃこう180度横向いちゃってたりとかするんで、うん、さっき体だけは前向けようと思って顔だけちょっとこう右向くみたいには変えてきました、変えるようにしました。
それ慣れた？もう全然慣れないです。慣れへんよな。慣れない、もう無理これ、うん、無理。そうやんな。そうか。でもじゃあツッコミの感じとかは結構そこまでずれない、うん、まあそうですね。まあ、うん、昔ほどその溜めたりはしてないですけど、うんうん、全然なんていうんですか、納得いく範囲でやってるというか、だから全然、うん、問題ないですね。ああ、じゃあ思ったタイミングが、今、うん、頭の中で思ったタイミングが映像で見てるタイミングと同じってことや、うん、あ、それは一緒です、はい。うん。それは全然大丈夫ですけど、声とかが違うなって思うぐらいですね、聞こえ方が。うん、それぐらいですね。むずいよな、そう考えたらな。いや、まあ、だから、うん、ね、漫才とか芸事とかに終わりないっていう言われてるのはそういうとこなんでしょうね。うん。うん。あ、あっという間やったわ、ごめん。今全然、うん。石井さんだ、もう、モーニングコーヒーはもう飲んでるのかな、石井さんは。ありがとう。いえいえ、ごちゃごちゃ、ありがとうございました。いや、本当にありがとう。助かりました。ちょっと。いや、全然ですよ。こんなにただただ疲れてるところに、本当にいろいろ気使ってもらって、本当にありがとう。いや、ちょっと正直気は使ってなかったですよ。いつも通りに楽しく喋らせていただきました。うんうん、ありがとうございます。本当に。ありがとうございます。感謝。ありがとう、はい、まあ。また遊びに行きましょう。はい。お疲れ様です。はい。お疲れです。大自然のロジャーでした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。